で、詐欺やっとる。お手しないしない詐欺っていう詐欺にあっとる。なんか前にお手って呼ばれた時にリリー反則としてんで、お手するくらいならカニカマはいりませんって、あの餓死寸前やってんけど、そんな犬みたいな真似させられるくらいやったらカニカマも食べんってやって、あの飼い主のあやちゃんは、あーごめんてりちゃん、ごめんね、もう一生せんから許してって言ってカニカマ渡してきてんけど、なんかこの間お手って言っとった。でもその時の感情に乗せられてカニカマが欲しいってなっとったから、何も考えずに、あ、リリは天才美少女猫やから、あの何も考えずに本来やったらお手ができるねんぽいってやけど、あれってよく考えたらこれお手やないねって思って、今絶望しとるところ。これって詐欺やよね。猫家庭庁とかに訴えたら、あの、あやちゃん持ってかれる話やよね。誰か裁判長の友達とかおらん？リリはなんか今許せんくなってきとれんて。あーなんリリ、死ぬ気の反則でお手をしないっていう選択をしたんに。なんか乗せられてしまった気がする。やっぱり人間って嘘つきなんや。絶対真ってことは絶対真ってことなんにしとるがいね。あーもうますます人間信じられなくなってきた。で、天才すぎるからお手って簡単にできてしまえんて。でもできるけど真っていう選択をしとるかな。もし今後そういう動画上がったら言ってほしい。あれって、あやちゃんこの間お手は絶対真って言いましたよね、通報しましたって言って、わかった、みんなの声が抑止力になる、みんなお願いね、わかった。